バッフィントン島の戦い、バッフィントン島の戦い、バッフィントン島の戦い、A、バトルオブ・バフィントン・アイランド、または、セント・ジョージズ・クリークの小戦闘、A、ショート・トン、ジョージズ・クリーク・スカーミッシュは、南北戦争のモーガンの襲撃中の1863年7月19日に、オハイオ州、メグズ軍で起こった戦闘である。この戦いは、 南北戦争中のオハヨ州では最も大きな戦闘であり、有名な南軍ジョンハントモーガン巡賞の騎兵襲撃隊がバッフィントン島の対岸にある浅瀬でオハヨ川を渡って北軍の追跡か逃れようとしていたが果たせず、その後の捕獲につながることになった。モーガンは夜通し航軍が遅くなり、翌日にはほとんど北軍騎兵隊に包囲されそうになって、 その結果として起こった戦闘では、南軍側の階層ということになり、1700名の部隊の半数以上が捕まった。モーガン将軍と700名ほどは一旦逃亡したが、この大胆な襲撃は7月26日のセイリーンビルの戦いに続くモーガンの降伏で終わった。モーガンの襲撃は、軍事的にはほとんど結果を残さなかったが、オハイオ州南部と東部、さらには、 隣のインディアナ州の多くの大衆に恐怖を広げた。ジョン・ハント・モーガン巡将とその襟デ抜き2460名の南軍機兵隊は、騎馬砲兵隊一個大隊を伴い、テネシー州の南軍から北軍オハヨ軍の注意をそらすことを期待して、1863年6月11日に、テネシー州スパルタを西に出発した。12日後、二つ目の北軍である。 カンバーランド軍がそのタラホーマ方面作戦を開始したとき、モーガンは北へ向かうときだと決断した。その部隊は、ケンタッキー州に入り、一連の小戦闘を戦った。後で、オハイオ川で二隻の蒸気船を捕まえて、インディアナ州に渡り、7月9日のコリドーンの戦いでは、地元の民兵隊を改装させた。モーガン隊はその道筋が、比較的見えるようになり、 東に向かって7月13日には、新シシナティを通り過ぎ、オハイオ州南部に切り入れた。途中で馬や物資を盗んだ。北軍の対応は、間もなく現れた。オハイオ軍を指揮するアンブローズ・バーンサイド少将は、利用可能なあらゆる陸軍と共に、アメリカ海軍の砲艦数隻をオハイオ側に遡上させ、南軍が、ケンタッキー州あるいはウェストバージニア州の、 安全地帯に逃げ込もうとする試みと競わせた。エドワード・エチ・ホブソン巡将が、この時まで2700名ほどに減っていた、モーガン襲撃隊を追って、北軍機兵隊数隊を率いた。オハイオ州知事デイビッド・トッドは、地方の民兵隊や、志願兵を招集し、いくつかの中隊を編成して、町やその地域にある、都下地点を守らせた。7月18日、 モーガンはそれ以前に舞台を分けていたが、再集合させた舞台を率いて、8マイル島浅瀬に近い、静かな川の町、ポメロイに向かい、そこで川を渡って、ウェストバージニア州に入る子を目指した。モーガン隊は消火器の障害をくぐり抜けたが、川やポメロイ自体には、接近を阻まれ、南東、約20マイル上流にある次の浅瀬バフィントン島に、向かった。 モーガンは7月18日の夜になる頃に、バッフィントン島やその近くの小集落、ポートランド近くまで到着したが、そこには数百の地元民兵が、旧五らへの土盛りの背後に隠れて、浅瀬を塞いでいる子が分かった。暑い霧と暗闇が降りてきて、モーガンはそこで夜を過ごすことに決め、疲れ果てていた兵士や馬を休ませた。モーガンは、敵部隊を押しのけたとしても、 狭い浅瀬を渡ろうとするときに暗闇の中で兵士を失うことを恐れた。この遅れは致命的な誤りであることが後に分かった。アメリカ海軍のミシシッピ戦隊がバッフィントン、アイランドの戦いに関与した。モーガンはその部隊に野砲を持ってきていた。モーガン隊が東の新シシティに向かう馬の追跡初期段階で重厚な川の封鎖や追跡手段が施された。 デロイフィッチ海軍少佐の船体には、ブリキ被服あるいは鉄被服の艦船、ブリリアント、フェアプレイ、ムース、レインディア、セントクレア、シルバーレイク、スプリングフィールド、ビクトリー、ノームケグ、クイーンシティが含まれていた。これら蒸気船のいくつかは、モーガン隊が引き返してきた時に備えてある地域を守るために後方に配備された。前方の艦船は、 フィッチの指示によって、ウェストバージニア州のメイソン、ジャクソン及びウッド各軍に沿ってそれぞれ偵察領域を割り当てられた。ノームケグは、ポイントプレザントから8マイル島まで、スプリングフィールドはポメロイからレタート島まで偵察した。ビクトリーの砲弾は、リーディングクリーク沿いに見つかり、その偵察域は、ウェストバージニア州の川岸に沿って、ミドルポートから8マイル島までだった。 ブリキ被服で武装輸送船のマグノリア、インペリアル、アレゲニーベル及びユニオンは主略船であり、他の船舶と共にパーカーズバーグ軍事兵団部の指揮下にあった。陸軍の水陸共同師団士官であるアンブローズ・バーンサイド少将はシンシナティの作戦本部におり、モーガン隊の動きに関する情報を供給し、その機関アレゲニーベルを戦闘前にフィッチ渡した。 水陸共同師団のブリキ被覆艦船は4内し6隻の大きなジョンボート、手漕ぎボートを持ち、それからライフル銃を発砲させたり、兵士を揚陸させて追跡や捕虜の収容に使われた。フィッチの機関は鉄被覆の海軍艦アセスムースだった。ムースとフィッチの指揮下の市役船インペリアルは戦闘前夜に島から至近距離に係留された。 フィッチはボイラーを高かせ、最初のライフル銃音の時にその大きな大砲を島に向かって放たせたが、前進できる前は射程をわずかに外れた。アレゲニーベルは、オハイオ州側やや下流に係流された。ムースの大砲の音を聞いて前進し、まもなくバーンサイドの水陸共同不評隊を連れてきた。ウェストバージニア川の岸に沿って、岸の高い樹木が並ぶ点に、ユニオンで、 ブレア取り指揮下の輸送船で、第9ウェストバージニア不評連隊が運ばれた。この部隊は、ウェストバージニア州ホイーリングにある北軍の IH デューバル将軍に指揮された。この連隊は家を追われた、避難民で大半が構成されており、軍隊のどの部隊よりも優秀で、絶望感と共に戦っていた。川は、コゼリアイの真南軍機兵隊にとってはさらに障害となった。 主戦闘からは、離れて、ウェストバージニア側下流のいくつかの場所に留まった、将兵に面して、どれだけ多くの馬や南軍騎兵が溺れたからは、指揮者の推測を除いて不明である。何人かは、馬もなく徒歩で川を渡り、同調者の助けで南部の故郷まで戻った。ただし、ジャクソン軍やメイソン軍の騎兵偵,偵察隊が、紹海戦の後方に偵察していた。この渡河地点は、 ウェストバージニア州レブンスッド近くだった。懲戒隊にはくたびれた大砲が与えられていた。水陸共同士団が近くで見つけた南軍兵を襲い、川から捕虜を引き上げた。主戦闘が部隊捜査や小ゼリアになった後でアセ・スムースは上流に向かい側を渡ろうとする南軍砲兵隊を砲撃した。フィッチはインペリアルを派遣して、 南軍砲兵隊が後に残した大砲を回収させ、川に沿ってずっと点在する鉄皮服艦や野砲が他の浅瀬を探すモーガンの石膏に打ちかけるのが聞こえた。地元の支援船は弾薬、食料及び捕虜を引き上げるのに忙しかった。ベルパーには物資を収める港湾設備や補給庫があった。当時オハイオ川に架か,かる鉄道橋はなかった。西部州は 北軍のパーカーズバーグ補給センターにある東部の鉄道倉庫や輸送船ドックから物資手に入れていた。ベルパーやパーカーズバーグは巨大な北軍発送センターでもあった。7月19日の霧深い朝、北軍オーガスト・カウツとヘンリー・エム・ジュダ指揮下の二個旅団が、ついに、モーガン隊に追いつき、ポートランドの真北の広い洪水面で攻撃し、ジェームズ・エム・シャックルフォードの別部隊が到着した時に、 南軍をほとんど包囲した。初期の活発な戦闘で、北軍の有名な戦うマクック家の65歳の課長、ダニエル・マクック少佐が致命傷を。間もなく3000名近い北軍が劣勢で、疲れ切っているモーガン隊と戦った。さらに、北軍2席の砲艦、アセスムースとアレゲニーベルが、バッフィントン島と洪水面を分けている狭い水路に入り、モーガン隊に砲撃して、 砲弾の破片を散らした。間もなく三隻目の砲艦が加わった。モーガン隊は、バッフィントン島前の道が完全に塞がれ、小さな公衛隊を残して洪水面に沿って北へ、道を切り開こうとし、他の浅瀬にたどり着くことを期待した。モーガン隊は、それが無益な試みと分かり、集結する北軍部隊に分散され、渦巻く戦闘の中で五十二名が戦死し、数百名が負傷した。 モーガンと約700名は森を抜ける細い道を伝って、囲みを破って逃げ。しかし、モーガンの義兄邸で副指揮官である、バジル W ・デューク大佐やモーガンの弟ジョン・モーガンを、含む750名以上のモーガン大騎兵が、捕まった。デュークは、第七オハイ早受兵隊のアイザック・ガラード大佐に、正式に降伏した。モーガンの追い詰められた部隊は、間もなく上流のウェストバージニア州。 ベルビル対岸で守備隊のいない浅瀬に向かい、300名以上はうまくオハイオ川を渡って、捕獲を免れた。この中には、アダムストーブパイプ、ジョンソン大佐や有名な伝信士、ジョージ・エルスワースがいた。モーガン将軍は浅瀬を半分ほど進んでいたが、北軍の砲艦が突然視界に入ってきた時に、オハイオ川に残された部隊兵がいることに気づいた。モーガンは、 道半ばで馬を回し、オハイオ川岸に残された部隊に合流した。それから数日間、残された者たちは安全に川を渡れる場所が見つからず、セーリーンビルの戦いに続いて、6月26日に北部オハイオ州で捕まった。バッフィントン島で捕まった者の多くは負傷したものの、大半を含み、戦争捕虜として蒸気船で新種なきに連れて行かれた。 モーガンとその主観たちの大半はコロンバスのおはよう刑務所に収監さた。モーガン、トマス・ファインズ及び他の数人は後に大胆な脱獄を観光し、ついにはケンタッキー州の安全地帯に戻った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。